わがままファッションガールズモードは2008年10月23日にニンテンドーより発売されたニンテンドー DS 用ファッションコーディネートゲーム開発はシンソフィアが担当しているセレクトショップの店長として仕入れや接客などをしていく経営シミュレーションゲームだがゲームの主目的は客やプレイヤーキャラクターをコーディネートすることにあるブランドは架空の16種 インナー、アウターなどの服や、帽子、靴、アクセサリーなどのアイテムは1万点以上。ゲームが進むに従い、扱えるアイテム数が増えるほか、自身のヘアスタイルやメイクの幅も広がる。ゲーム開始直後は、人気ショップ、ルミナの店員となり、接客をこなしていくと、次第に仕入れやディスプレイを任されるようになる。そして、 店の仲間やオーナーに認められてきたプレイヤーは新たな店の店長に抜擢される。任天堂 Wi-Fi コネクションでネット上に仮想視点を開いたり、アイテムダウンロードで実在のブランドのアイテムを入手したりできる。2009年10月から11月にかけてヨーロッパオセアニア版が任天堂プレゼンツスタイルブティック、北米版がスタイル、サビーの表題で、 それぞれ発売された。2012年9月27日には、続編として、任天堂 d 3DS 用ソフト、わがままファッションガールズモード欲張り宣言、が発売されている。本作品をモチーフとした漫画には、以下がある。任天堂株式会社2010年3月期、決算説明会参考資料。任天堂2020年12月12日閲覧。 ありがとうございます。